ウクライナは東ヨーロッパに位置する共和制国家。首都はキエフ。東にロシア連邦、西にハンガリーやポーランド、スロバキア、ルーマニア、モルドバ、北にベラルーシ、南に国海を挟み、トルコが位置している。ウクライナがかつて統治していた領土のうち、クリミア半島は2014年にロシアが併合を宣言して実効支配しているほか、 東部2州の一部は親ロシアハーブ創生力が支配している。16世紀以来ヨーロッパの国創地帯として知られ、19世紀以後は工業を含めた産業地帯として大きく発展している。天然資源に恵まれ、鉄鉱石や石炭など資源立地志向の鉄鉱業を中心として重化学工業が発達している。キエフ大公国が13世紀に モンゴル帝国に滅ぼされた後は独自の国家を持たず、諸行はリトアニア大公国やポーランド王国に属していた。17世紀から18世紀の間には、ウクライナコサックの国家が攻防し、その後はロシア帝国の支配下に入った。第一次世界大戦後に独立を宣言するも、ロシア内戦を赤軍が制したことで、ソビエト連邦内の構成国となった。 1991年のソビエト連邦の崩壊に伴い現在のウクライナ国家が成立した。本来のルーシ、ロシアとは現在のロシア連邦よりもウクライナを指した。歴史的、文化的には中央、東欧諸国との関係も深い。ウクライナの最高法規たるウクライナ憲法によると当国の正式国語はである。公式の英語表記はウクライナである。 日本語の表記は、ウクライナとなっているが、2019年7月に、在日ウクライナ大使館はウクライナ語をもとにした、ウクライナと表記すべきであるとの意見を表明した。しかし、その後の2019年9月、同大使館や日本国外務省の代表者や、国会議員、ウクライナ語専門家の参加を得て開催された、ウクライナ研究会主催の、ウクライナの地名のカタカナ表記に関する、 有識者会議にて、国語について、ウクライナの変更はしないとの結論が出され、同大使館案は採用されなかった。漢字表記は、現在の日本では滅多にされないが、ウカツラン、または、カラス、カツランである。ウクライナというスラブ語の地名の書出は、元象年代期、イパチ写本の、キエフ年代期、1187年の上である。この地名は、キエフ国、 シェルニーヒュー公国と並んでる死体公国の歴史的、中枢値に含まれる、ペレア・スラウ公国の範囲を示している。また、この地名は、他のルーシュ年代期の1189年の上、1213年の上、1280年の上にも、ウクライナあるいは、ブクライナという形で登場し、ガリツヤ地方、ボルイーニ地方、ポリーシャ地方を指す用語として用いられている。 13世紀にルーシ大公国が滅び、その中部、南部の地域がリトアニア大公国とポーランド王国に併合されると、ウクライナは併合地の領域を表す地名として、リトアニア・ポーランドの年代記や公式文書などに使用されるようになる。14世紀から17世紀にかけて、抗義のウクライナはルーシ人が居住するガリシア地方、ボルイーニ地方、ポジーリア地方、 ブラツラウ地方とキエフ地方の範囲を示し、競技のウクライナはキエフを中心としたドニプロ川の中流域を示している。ウクライナの地名の領義性は、ウクライナコサックのヘイチマン国家が誕生する17世紀半ば以後にも東欧の古文書に見られる。競技のウクライナは東国家の支配権を指しているが、抗議のウクライナは東国家の支配権外のルーシ人の 居住地を意味している。しかし、平マン国家がロシアの保護国になることにより、ウクライナはドニプロ川の中流域だけを意味するようになり、17世紀以降はルーシの本土を意味する小ルー子という地名の同義語となった。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ルーシ系の知識人による民族運動が発展していくにつれて、ウクライナはルーシ人が居住する。 民族領域を意味する名称となり、ルーシ人はウクライナ人という民族名にとって変わられた。1917年に成立したウクライナ人民共和国において初めてウクライナという名称が正式な国語の中で用いられることとなる。ブイコロネリによる東欧地図。キエフを中心とした地域はベクレイン・ウペイズでカザックと記されている。隣のオクライナは ロシア南部の国境地帯を指すウクライナの語源については国といった意味であるという説と辺境といった意味であるという説がある。前者は内地を意味する中世粒シ語のウクライナ、ウクライナという単語に基づいており、後者は壁地を意味する近世のポーランド語のウクライナやロシア語のウクライナという単語に基づいている。ウクライナ、ウクライナに関連する単語の中で 最も基本的で、現在でも使用されている一音節の、クラーイという単語には、地域、住み、境、タンなどの複数の意味がある。これから派生したウクライナ語の、クライナという名詞は、国を意味する。ウクライナ語では、ウと、ブは、ない、の中で、を意味する、全地核を支配する、全地市であることから、ウクライナや、ウクライナは、境界の内側、内地を意味する。 一方、ロシア語では、クラーイから派生した、ウクライナという単語が、バスへ、辺境、はずれという意味を持っている。ロシア語では、音、うわ、の側に、の端に、を意味する前置詞であるために、ロシア語話者は、ウクライナを、辺境地と解釈しがちである。ウクライナの国土のほとんどは、肥沃な平原、ステップ、高原で占められている。ドニエプル川、 ドネツ川、ドニエステル川が横切っており、南のブーフ川と共に黒海、アゾフ海に注ぎ込んでいる。黒海北岸にはクリミア半島が突き出しており、ペレコープ地境でウクライナ本土とつながっている。南西部にあるドナウデルタはルーマニアとの国境になっている。山岳地帯はウクライナの最南端のクリミア山脈と西部のカルパティア山脈にしかない。 最高峰はカルパト山脈にあるホベールラ山で標高2061メートル。なお、これ以外の地域も平坦というわけではなく、東ヨーロッパの中では比較的起伏の多い地形をしている。気候は温暖な大陸性気候であるが、クリミア半島の南岸は地中海性気候により近い。高雨量は局所的に偏っており、北部や西部は多く、 南部や東部は少ない。冬は国海沿岸は涼しいが内陸に行くに従って寒くなる。夏はほとんどの地域で暖かいが当然南に行くほど暑い。ウクライナの交通は鉄道、バス、船舶、航空機、自動車などによっている。鉄道はウクライナ鉄道によって一元化されている。一方、ウクライナの航空会社は ソ連時代のアエロフローと一括管理型から多くの中小の航空会社が競合する状態になっている。ウクライナは24の州とクリミアにある一つの自治共和国、そして2つの特別市から構成される。ただし、クリミア自治共和国とセバストポリはロシア連邦の実効支配下にある。また、親ロシア分離独立派が支配する。 ドネツィク州とルハンスク州のドンバス地域の一部、およそ推定人口300万人程度の地域に対する管轄も及んでいない。ウクライナにおけるウクライナ人の人口主要民族はウクライナ人で全人口の約8割を占める。ロシア人は約2割を占める。他に少数民族としてクリミアタタール人、モルドバ人、ブルガリア人、ハンガリー人、ルーマニア人、 ユダヤ人がいる。高麗人も約1万人ほどいる。国内最大の少数民族である、ロシア人の割合が高い州は、ロシアが実効支配している、クリミア自治共和国とセバストポリを除くと、ルハンシク州、ドネツィク州、ハルキウ州、ザポリージャ州、オデッサ州、ドニプロペトローシク州の順となっており、東部以外では、キエフ市が高くなっている。また、 西部のザカルパッチャ州では、ハンガリー人が12.1%を、チェルニウチー州では、ルーマニア人が12.5%を占めている。このように、多民族国家となっている。キエフ、ドネツィク州、ハルキウ州、リビウ州、ドニプロペトローシク州は最も人口が集中しており、全人口の69%が都市部に住んでいる。人口密度の高い州は、ドネツィク州、 リビウ州、チェルニウツィ州、ドニプロペトローシク州である。ウクライナ語和社と、ロシア語和社の分布。棒グラフはウクライナ語は紫、ロシア語は水色。1989年は単色。2001年は、農食ロシア語の第二公用語化に賛成する割合。西部のリビウ州、ボルイーニ州、テルノーピリ州の3州は賛成の割合が低い。ウクライナの国家語は、 憲法第10条により定められたウクライナ語のみで、あるが、憲法第10条にはロシア語を含む多言語使用、発展も保障すると記載されている。実態としては、ウクライナ社会はウクライナ語とロシア語の二言語社会と呼びうる。2001年の国勢調査によれば、全体の67.5%がウクライナ語を母語とし、ロシア語は29.6%となっていた。東部 南部と首都キエフ市ではロシア語の割合が比較的高い。他方、2006年に行われた民間調査統計によれば、ウクライナ語を母語とする国民は5割強となっているなど、統計によるばらつきが見られる。同じ調査統計の結果で、母語ではなく、日常的に使用する言語を問う説問では、家庭内でウクライナ語のみを使用するのは全国民の38.2%、 ロシア語のみが40.5%、両言語が16.2%となっており、ウクライナはウクライナ語とロシア語の二言語国家であることがよく示されている。ウクライナはロシア帝国、ソ連時代にロシア語化が進み、西ウクライナを除いて共通語としてロシア語が広く普及し、圧倒的に優勢となった。また、当時はウクライナ語はロシア語の方言や農村部の 方言に過ぎないという認識さえあり、使用は衰退していった。特に都市部に住む、インテリ層の間ではロシア語の使用が広まり、農村部ではウクライナ語、都市部ではロシア語という色分けができていた。しかしながら、ソ連からの独立時にウクライナ語を唯一の公用語として指定し、国民統一の象徴の言語として広く普及させ、復活させる国策を取った。一方、ロシア語は、 公用語に制定せず、ウクライナ語の復権を重要課題に掲げて重視した。これは、同じく、ロシア語が最も使われてきた、隣国ベラルーシが独立後もロシア語を引き続き、最重要視する政策とは、対照的な路線を取った。ウクライナでは、政府機関ではウクライナ語のみが使われ、憲法、法律を、はじめ、公的文章はすべて、ウクライナ語で記述され、 学校教育は大半がウクライナ語で行われる。また、街中の広告もウクライナ語に限定され、地下鉄のアナウンスや街中の案内表記もウクライナ語とされるが、ロシア語も言語法の手続きを通じた地方公用語として認定されている場合には、地方レベルで使用可能である。この背景には、国家としてウクライナ語の普及を進める一方で、 西ウクライナを除く地域の都市部住民の中には民族的にウクライナ人であっても日常生活ではロシア語を主に使用している人が少なくなくウクライナ語を運用することはできるがビジネスや娯楽家庭での言語はロシア語が優勢となっているさらに東部や南部ではウクライナ語が増えてとする人も少なくないこのように 独立以降、ウクライナ語のみを国家語にしてきた、ウクライナであるが、生活の現場でのロシア語の使用頻度は低下しておらず、西部を除いた地域においてはロシア語は引き続き、重要な言語となっている。特徴的な点として、ウクライナ西部にある、リビウ州、ボルイーニ州、テルノーピリ州、イバーノフランキーウシク州のガリツヤ地域は、 ソ連時代を通じてもロシア語化が進まなかったことから、ウクライナ語が圧倒的に優勢で、日常的にロシア語が使われることは一般的でない。この3州ではロシア語の第二国家語会の反対者が多い。一方、東部の住民にはロシア語の公的地位向上を求める世論もあり、しばしば政治の場における敏感な論点となる。しかし、 ウクライナ語が増えてな東部出身のウクライナ、民族主義者も珍しくなく、使用母語と、進路、反路感情は、必ずしも一致しない点は、留意を要する。2014年の政変以降も、OSCE などの国際機関は、社会においてロシア語アシ者が差別を受けている事実を報告していない。その他の言語として、クリミアタタール語、ハンガリー語、ルーマニア語なども使われている。 キエフの聖ソフィア大聖堂宗教団体所属無宗教内し、宗教団体に属していない、ウクライナ聖教会、キエフ総主教長ウクライナ聖教会、ウクライナ東方カトリック、教会聖方カトリック教会現在ウクライナの国民は多く、キリスト教徒のアイデンティティを持っているが、大半は特定の宗教団体に属していない。伝統的な宗教は、聖教会の一員である。 ウクライナ正教会である。ルーシの先例以来、ウクライナの正教会は、コンスタンディヌーポリ総主教庁に属していたが、1686年にモスクワ総主教庁に移され、20世紀末までモスクワ総主教庁に属していた。この遺憾は、教会法に違反していたと指摘されるが、モスクワ総主教庁側は、この遺憾を、教会法違反とは捉えていない。 1990年には、ウクライナの独立運動の交流に交往して、モスクワ総主協調から分離独立したキエフ総主協調が設立された。キエフ総主協調、ウクライナ正教会の教会法上の合法性を認めている他国の正教会は長らく存在していなかったが、キエフ総主協調は、教会法解釈、歴史認識につき主張をしつつ、 自らの合法性の承認を得るべく様々な活動を行っており、新都数の上でもウクライナにおける最大の教会となっている。なお、懸案だったロシア正教会からの独立問題については、2014年にロシアがクリミア半島を併合したことによる反ロ感情の高まりを受け、2018年10月11日に、 コンスタンティノープル総主教庁から独立の承認を得ることに成功した。この承認に基づいて2018年12月15日に聖ソフィア大聖堂で開かれた統一宗教会議でロシア正教会から独立したウクライナ正教会の創設が宣言された。オブザーバーとして出席したポロシェンコ大統領はロシアからの最終的な独立の日だと群衆に述べた。 これに次ぐ、正教会として、モスクワ総主教庁のもとに留まりつつ事実上の自治を行っている、ウクライナ正教会があり、こちらは、他国の正教会からも、教会法上の合法性を認められているが、ウクライナ国内での信者数は減少している。他にも、ウクライナ独立正教会と、独立合法ウクライナ正教会の教会組織が存在する。また、 ロシア正教古儀式派教会の教区やポモーリエ派の改修など、正教古儀式派の信徒も伝統的に存在している。東方天礼カトリック教会たる、ウクライナ東方カトリック教会が、正教に次いで勢力を有する。西方天礼のカトリック教会及びプロテスタント、さらにイスラム教徒、ユダヤ教徒、仏教徒も少数存在する。婚姻時には改正せず、 夫婦別姓とすることも、いずれかの性に統一指導性とすることも、複合性とすることも、いずれも選択可能である。紀元前10世紀頃より、現在のウクライナの地には、様々な遊牧民族が到来した。紀元前8世紀頃、国会北岸に至った騎馬民族のスキタイ人は、紀元前6世紀頃に金メル人を追い払って、自らの国家を建て、 紀元前4世紀にかけて繁栄した。国会沿岸には古代ギリシアの植民都市が建設され、地中海やメソポタミア方面との交易を通じてペルシャ、古代ギリシア、ローマ帝国の文化的影響を受けた。紀元前3世紀頃、中央アジアより北、サルマティア人の圧力を受けてスキタイは衰退した。2世紀頃に、東豪都族が王国を建て、3世紀中頃に、 クリミア半島に存続していたスキタイ人の国家を滅ぼした。これらの民族は公易や植民を盛んに行い、彼らが建設した多くの公易拠点は後に都市国会と発展した。4世紀から5世紀にかけて民族大移動の発端となるフン族がこの地を通り抜けた。6世紀にはアバール族が侵入し、同じ頃に移住してきたと考えられている東。 スラブ人を支配した。スラブ民族は、ウクライナ中央部と東部に居住し、キエフの建設と発展に、重要な役割を担った。7世紀から8世紀にかけては、ハザールカガン国の支配下にあった。ボロディーミル成功の先例8世紀頃、ウクライナでは、ルーシという国が誕生し、東、スラブ人のポリアーネ族の町キエフがその首都となった。 882年にオレグ公が率いる北欧のバイキングがキエフを陥落させると、ルーシはバイキング系の流陸大公庁のものとなった。研究史上では、朝廷の中心がキエフに置かれていたことから、当時のルーシをキエフルーシ、あるいはキエフ大公国と呼ぶ。オリハ大公女、その子息、スブヤトスラウ大公、孫ボロディミル大公、 および早々にアロスラウ大公の知性は、ルーシの前世紀となった。キエフの大公庁は、周辺の東、スラブ人をはじめ、北西のバルト人と、北東のフィンウゴル人を征服し、支配領域を拡大させた。その結果、11世紀におけるルーシは、約150万平方キロメートルの面積を誇る、欧州の最大の国家となった。ルーシは、北方のバルト海と、 フィンランド湾から南方のウクライナ草原まで、そして西方のカルパティア三脈から東方のボルガ川まで広がっていた。周辺の諸政権は滅ぼされ、すべての国土はリュック朝の諸公の間に分けられた。988年にボロディーミル大公の頃、ルーシ人は東ローマ帝国からキリスト教を受けて国教とした。この出来事は、 ウクライナの運命を決し、ウクライナはキリスト教文化圏に属することとなった。12世紀にルーシは領土をめぐる諸公の争いによりいくつかの流陸系の諸公国に分裂し、キエフ大公の権威が衰退した。名目上でキエフはルーシの首都の役割を果たしていたが、諸公国は事実上の独立国となった。十三世紀にルーシの国体は完全に体制し、 1240年代に、モンゴル帝国の軍による侵攻で滅ぼされた。キエフの衰退後、ルーシの政治、経済、文化の中心は、西ウクライナにあったハーリチ・ボルイーニ大公国へ移された。当国には、ボルイーニ地方、ハーリチ地方、ホールム地方、ベルズ地方、ザカルパッチャ地方、ポリーシャ地方、キエフ地方からなっていた。大公国の基礎は、 1199年に、竜陸朝の着流の血を引く、ロマン大公によって築かれた。1245年に、ロマンの子息ダヌイーロ大公は、モンゴル帝国のジョチウルスに徴降して従属したが、カトリックのヨーロッパの支援をお期待して、ポーランド、マゾビア、ハンガリー、ドイツ騎士団と密約を交わし、独立戦争を計画した。1253年に、 ローマ教皇インノケンティウス4世から王冠を受けて、ルーシの初王となり、ジョチウルスとの戦いに挑んだ。1256年頃、モンゴルのクレムサ軍に勝利したダヌイーロ王は、20年後にルーシの首都となるリビューを創建した。しかし、1259年に欧州が約束した援軍がなかったため、ダヌイーロは再び、ジョチウルスに服属せざるを得なかった。その後、 ダヌイーロの息子レーブ一世は、モンゴル軍に従って、ポーランドとリトアニアへの遠征に参加した。1308年にダヌイーロのソーソンアンドリーとレーブ二世は、マゾビアとドイツ騎士団と手を組んで、独立戦争を再開したが、彼らの後継者、ユーリー二世は、無益な戦争をやめて、ジョチウルスに従属した。1340年にユーリー二世の暗殺により、 王朝が断絶すると、隣国のポーランド王国とリトアニア大公国が王国の相続権を主張し、ハールイチ・ボルイーニの領土継承をめぐる戦争を開始した。1392年にポーランドは、ハールイチ地方、ホールム地方、ベルズ地方を併合し、その他の領土はリトアニア大公国のものとなった。リトアニアは、ルーシ語を公用語とし、正教を国教にするなど、 ルーシ人に対して融和政策をとって次第にルーシ化したが、ポーランドは新たな領土のポーランド化を進めた。14世紀末におけるウクライナの地域は他国の支配を受けるようになった。リトアニアはキエフ地方、チェルニーヒウ地方、ボルイニ地方を中心とする北部、中部を確保した。ポーランドはハーリッチ地方とポジーリア地方からなる西部を統治した。 南部は1447年にジョチジウルスから独立したクリミアアセ国が支配するようになった。無人だった東部は次第にモスクワ大公国の領域に入った。1569年にポーランドとリトアニアがポーランド・リトアニア共和国という連合国家を形成したことにより、ウクライナの北部と中部はポーランド領となった。ウクライナではルシ県、ポジリ県、 ボルイーニ県、ブラーツラウ県、ベールズ県、キエフ県というポーランドの行政単位に設置され、1598年にブレスト合同により聖教会は禁じられた。コサック時代コサックのウクライナを背景にしたフメリニツキー将軍。右上の隅にコサック国家の国章、重視と足元にコサック国家の簡単な地図が描かれている15世紀後半。 リトアニアロシアクリミアが接する地域、荒野と呼ばれる、ウクライナの草原において、コサックという武人の共同体が成立した。16世紀に、コサックは、ザポロージャの市地という要塞を築き、それを根拠地とし、共同体を、サポロージャコサック軍と称した。16世紀から17世紀前半にかけてのコサックは、ポーランドリトアニアの国王の進化であったが、 国王の支配が及ばない地域に住み、軍人の特権と自治性を有した。コザックは、ポーランド・リトアニアの援軍として働き、リボニア戦争、ロシア・ポーランド戦争、ポーランド・オスマン戦争、スモレンスク戦争などに参加した。それと同時に、彼らは独断で隣国のモレドバ、クリミア、ロシアなどへ遠征したり、水軍として、オスマン帝国が支配する国会沿岸部を攻撃したりした。 さらに、コサックの一部は、傭兵として全ヨーロッパで活躍したこともあり、30年戦争にカトリック側のために戦った。軍人でありながら、貴族権を持たないコサックは、貴族の国家であるポーランドリトアニアにおいて、社会、宗教、民族的迫害を受け、しばしば反乱を起こした。その反乱の中で特に大きかったのは、コスインシキーの乱、ナルイバーイコの乱、 ジュマイロの乱、フェドロビチの乱、スリーマの乱、パウリュークの乱とオストリア人の乱であった。1648年、ボフダン・フメリニツキー将軍が率いるコサック軍はポーランド・リトアニアにおいてフメリニツキーの乱を起こした。反乱は次第にポーランドからウクライナの独立戦争に変容し、ウクライナの中部にコサック国家が誕生した。1654年に ポーランドと戦い続けるために、コサックのウクライナは、ペラヤースラウ会議で、ロシアのツアーリの保護を受けたが、1656年に、ロシア人が、ポーランド人とビリニュス条約を結び単独和議したため、スウェーデン、トランシルバニアと同盟を締結した。1657年、コサックの将軍に、イヴァン・ビホシキーが選ばれると、ウクライナ国内で、半島領の反乱が勃発して、 ウクライナ・ロシア戦争へ展開した。微シキーは1659年にこのトップの戦いで勝利を収めたが、ポーランドとの連合条約を結んだためにコサック長老の支持を失った。後輩時代と呼ばれるウクライナ内戦が始まり、その結果コサック国家がドニプロ川を軸にして、ウガンウクライナ、サガンウクライナ、ザポロージャという地域に分かれた。 ウガンウクライナのコサックは、ポーランドリトアニアの支配下に置かれ、サガンウクライナとザポロージャは、ロシアの保護下に置かれた。1667年に、このような分割は、アンドルソボ条約によって公認された。1672年に、新たな将軍ペトロ・ドロシェンコは、オスマン帝国の援助を受けて、ウクライナの統一を実行しようとしたが失敗し、 フチサライ条約がロシアとオスマン帝国の間で結ばれた1689年にロシアとポーランド・リトアニアは永遠は平常薬により最終的にウクライナを分割した。17世紀後半にポーランド人はウガンウクライナにおいてコサックの自治性を廃止したがロシア人はサガンウクライナにおいてコサック国家を保護国として存続させた。 1709年に大北方戦争の際、イヴァ・マゼーパー将軍が引率したコサックは、スウェーデンと同盟を結び、ロシアの支配から離脱しようと図ったが、ポルタバの戦いに惨敗した。マゼーパーの放棄はロシアに口実を与え、ロシア政府はウクライナにおけるコサックの自治性を廃止する政策に乗り出した。1754年にロシアは、ロシア・ウクライナの関税国境を廃止し、 1764年にコサック将軍の位を廃止した。廃位させられた最後の将軍キリド・ロズモーシキーはロシアの元帥に認じられた。1775年にロシア軍はザポロージャの市位を破壊し、1781年にウクライナにおけるコサック実治制は廃止された。1783年、ロシア国内に倣ってウクライナで濃度制が敷かれた。 また、1783年には、ロシアは15世紀から続いていた、クリミアタタール人を中心とする、イスラム国家クリミアアセ国を滅ぼし、クリミア半島を併合した。コサック軍を率いる、エネイ統領を描いた、エネイダの表紙18世紀から19世紀にかけて、ロシア帝国と、オーストリア帝国によるウクライナの抑圧政策と、全ヨーロッパで流行したロマン主義。 民族主義の高まりにより、ウクライナ人の民族運動も盛んになった。1798年に、イヴァン・コトリャレイウシキーによる、コサック国家の再建を歌う、ジョジシ・エネイーダが出版された。この作品は、現代ウクライナ語の公語で書かれた初めての作品であった一方、ウクライナの民族的ルネサンスの序幕でもあった。1806年に、 ハルキウ大学が設立されると、ウクライナの知識人によるウクライナの歴史、文化、民族に関する研究が活発的に行われるようになった。1825年頃、近世のコサック軍機の編集物として、ルーシ人の歴史が表され、ウクライナの文化人、歴史学者、作家などに大きな影響を与えた。ウクライナ語の完成が急がれたのも、 この時期で、ロシア語聖書法、ポーランド語聖書法、そして独自の聖書法など様々なものが生み出されたが、最終的には、タラス・シェウチェンコのまとめたウクライナ語文法が現代、ウクライナ語の基礎となった。ロシア帝国は常に、ウクライナにおける、ロシア化政策を実行しており、なお、ウクライナ語は当時はロシア語の一方こと、小ロシア語として扱われ、 独自の言語としては公認されていなかった。1863年に文学作品を除き、ウクライナ語の書物の出版、流通を禁止するバルーエフ指令が出され、1873年にウクライナ語の書物の出版、流通、輸入を禁止するエムス法が定められた。ウクライナ独立戦争ウクライナの反ロポスター。他国のものはいらないが、自国のものは渡さぬ。 ロシアの総統の和紙から子供を守っているウクライナ人の夫人。第一次世界大戦が勃発すると、ウクライナ西部を巻き込んで東部戦線が形成された。1917年に2月革命により、ロシア帝政が崩壊し、ペトログラードでロシア臨時政府が成立した。それに伴い、同年3月14日に、キエフでウクライナ政府として、 フルシェウシキ教授が指導するウクライナ中央議会が成立した。10月革命によってロシアの臨時政府が倒され共産党のソビエート政権が誕生すると11月7日に中央議会はキエフを首都とするウクライナ人民共和国の樹立を宣言したがウクライナソビエト戦争が勃発した後1918年1月9日に ウクライナ人民共和国の独立を宣言した。同年2月8日に、ロシアの赤軍は、キエフを占領したが、2月9日に、ブレストでウクライナと、ドイツ、オーストリアの同盟が完結し、中央議会は同盟国の軍事力を借りて、ウクライナを解放し、3月に首都を奪い返した。4月29日に、ウクライナの保守会級によるクーデターの結果、中央議会に代わって、 スコロパードシキー大将の政権が成立した。国号はウクライナ国に改められ、原種は平地万となった。当国は安定した発展を見せたが、ドイツの連合国への降伏により事態は一転し、1918年12月19日にスコロパードシキー政権が倒され、新たな市政内閣の政権が成立した。国号は再びウクライナ人民共和国となった。 しかし、ドイツ軍の撤退により、ウクライナ・ソビエト戦争が再開した。1919年1月6日、ソビエトのロシアは、傀儡政権として、首都をハルキウとする、ウクライナ社会主義ソビエト共和国を樹立した。同年2月5日に、ソビエト軍は、キエフを占領し、ウクライナ人民共和国の政府を亡命させた。 1919年から1920年にかけて、ウクライナの支配をめぐり、ウクライナ人民共和国軍、ソビエトの赤軍、ロシア帝政派の白軍、白軍を支援するフランス軍、イギリス軍、ポーランド軍、ネストルマフの率いる、無政府主義者の黒軍、ウクライナのゲリラを中心とする、緑軍などが争った。1920年冬に戦争が、ソビエトの赤軍の勝利で終結し、 ウクライナ社会主義ソビエト共和国は、西ウクライナを除き、ウクライナ全域を確保した。一方、オーストリア・ハンガリー帝国の解体に伴い、1918年10月19日に、西ウクライナのガリツヤブコビナ地方に住んでいた、ウクライナ人は、リビウを首都とする西ウクライナ人民共和国の独立を宣言した。しかし、11月1日に、 ポーランドが東京和国へ侵入し、ウクライナ・ポーランド戦争が始まった。ポーランド側は、フランス、イギリス、ルーマニア、ハンガリーなどによって講演されたが、西ウクライナ側は国際的に孤立していた。1919年1月22日に、西ウクライナはウクライナ人民共和国に援助を求め、キエフでウクライナ人民共和国と、 合同したが、ウクライナ人民共和国の政府は、ソビエトの赤軍と戦ったため、援軍を派遣することができなかった。こうした中で、ウガンウクライナの併合をもくむポーランドが7月18日に、西ウクライナ全地域を占領し、西ウクライナ人民共和国は滅亡した。その後、1920年4月に、西ウクライナをめぐって、ポーランドソビエト戦争が勃発したが、 1921年3月18日のリガ条約によって、西ウクライナのポーランド支配が確定した。また、クリミアにおいては、1917年、クリミアタタール人を中心とし、ノーマンチェレビジファンを初代大統領とする他民族、世俗国家クリミア人民共和国の建国が宣言されたが、1918年に、モスクワのソビエト政府により占領され、 滅亡した社会主義時代1922年12月30日に、ウクライナ社会主義共和国は、ロシア、ベラルーシ、ザカフカースと共に同盟条約によって、ソビエト連邦を結成した。諸共和国は平等の立場で、新しい国家連合を形成したが、その国家連合は、ソ連憲法制定によって、ロシアを中心とする、中央集権的なシステムに変遷し、 その他の独立共和国は、ロシアの自治共和国となった。1923年から1933年に、かけて、ウクライナでのソビエト政権を盤石なものにするために、ソ連政府、共産党は、ウクライナ化政策を実行した。ウクライナ語教育の普及や、政府書機関へのウクライナ人の採用などにより、政権とウクライナ人の間に存在した敵意を、なくそうという試みであった。 しかし、1930年以降、党内からこの政策を厳しく批判する声が上がり、1933年に、ウクライナ化は、ウクライナ民族主義的変更として中止された。ウクライナ化を指導した、政治家、知識人、文化人は逮捕、粛清され、ロシア化の時代が再開した。ソビエト連邦下のウクライナは、拙速な農業の集団化政策などにより二度の、 大飢饉に見舞われ、推定で400万から1000万人が命を落とした。この、拙速な集団化政策は意図してなされたものであるという説も有力である。この背景には、レーニンやスターリンらによる農民への敵視政策があった。共産党政府の取った土地の共有化を、農民は拒むため、多くの住民が農民であった、ウクライナの統治は、共産党政府にとって、 大きな障壁となっていた。そのため、一説によると、レーニン、スターリンらにとっては、ウクライナの農民の根絶が理想であった、ともされている。スターリンは、農民問題の解決は、至急の課題であると明言している。また、この時期に前後し、ウクライナでは農民、すなわち、ウクライナ人への怪獣政策と弾圧政策が、交互に取られた結果、 ウクライナ共産党幹部全員をはじめ多くの人間が粛清された。最終的にはウクライナ語使用の制限など弾圧政策が長く取られることになった。大粛清はウクライナから始められ、1937年には首相のパナースリューブチェンコが自殺した。この年、ウクライナ社会主義ソビエト共和国は国語をウクライナソビエト社会主義共和国へと変更した。一方、 二州クライナは、ポーランド、ルーマニア、チェコスロバキアによって分割された。九百二十一年から九百三十九年に、かけてポーランドは、ボルイーニ・ハルイチナー地方、ルーマニアは、ブコビナ地方、チェコスロバキアは、ザカルパッチャを支配した。第二次世界大戦九百三十九年八月二十四日に、ソ連とドイツは、不可侵条約を締結し、東欧における、 独ソの勢力範囲を定めた。同年9月1日にドイツが続いて9月17日にソ連がポーランドを侵略した。その結果ポーランドは分割され、ウクライナ人が多数派だった西ボルイーニ地方とガリツィア地方はウクライナソビエト社会主義共和国に併合された。ドイツがフランスを占領した後、1940年6月28日に ソ連はルーマニアにベスサラビアと北ブゴビナの割譲を要求した。ルーマニアはこの要求をのみ北ブゴビナとベスサラビアはウクライナ SSR に併合された。その後北ブゴビナと南ベスサラビアを除く地域にはモルドバイス SR が設置された。1940年7月14日にソ連軍はバルト3国を占領し、 1941年6月1日までにドイツ軍はバルカン半島を支配下に置いた。独ソ両国は共通の国境と征服された地域を解放するために互いに攻め入る口実を得た。1940年12月18日、ナチスドイツはバルバロッサ作戦を秘密裏に決定し、1941年6月22日にソ連に侵略した。 それにこうして、イタリア、ルーマニア、ハンガリーなどは、ドイツ側に組みして派兵など、軍事的支援を行った。独ソ戦は、約4年間続き、ウクライナを中心とした地域に行われた。当初、ウクライナ人は、ソ連共産党の支配からウクライナを解放してくれた、ドイツを支援したが、ドイツは、ウクライナの独立を承認せず、ソ連と同様の支配体制を強いたため、 ウクライナ人の反感を買った。1941年9月19日にドイツ軍はキエフとウガンウクライナを占領し10月24日にハルキウとサガンウクライナを奪い取り1942年7月までにクリミア半島とクバーニ地方を支配下に置いた。1943年2月ソ連軍はスターリングラード攻防戦において ドイツ軍の進攻を食い止め、同年8月に、クルスクの戦いで、ドイツ軍から独ソ戦の主導権を奪った。1943年11月6日にソ連は、キエフを奪還し、1944年5月にかけて、ウガンウクライナとクリミアを奪還した。同年8月に、ソ連軍は、西ウクライナを完全に支配下に置き、ドイツが占領するか、数軸国に参加していたと、 中央諸国への侵攻を開始した。1945年5月2日にソ連はドイツの首都ベルリンを陥落させ5月8日にドイツ側の無条件降伏により独ソ戦が集結した。ソ連側の勝利によってウクライナにおける共産党の支配が強化され国際社会におけるソ連の役割が大きくなった。ソ連軍が占領した東中央諸国では ソ連の衛星国が樹立された。第二次世界大戦においてウクライナは、ハリコフ攻防戦など、激戦地となり、莫大な損害を被った。戦争の犠牲者は800万人から1400万人とされている。ウクライナ人の間では5人に1人が戦死した。バビアール大悪殺など、ナチスドイツによるホロコーストも行われ、ウクライナ系のユダヤ人やロマ人などの共同体は、 完全に破壊された。ソ連政府は、ウクライナ在住のドイツ人や、クリミアタタール人などの追放を行った。独ソ両軍の進退によって、ウクライナの地は荒れ果てた。700の市長と約2万800の村が全滅した。独ソ戦中に、ウクライナ人は、ソ連側の赤軍にも、ドイツ側の武装新兵隊にも加わった。また、ウクライナ人の一部は、 半祖半独のウクライナ放棄軍に入隊し、独立したウクライナのために戦った。戦後廃止されたチェルノブイリ原子力発電所。ソ連では VI レーニン共産主義、記念チェルノブイリ原子力発電所と呼ばれていた。白ロ,ロシア共和国とともに、ソ連とは別に国際連合加盟国として国連総会に議席を持った。 1948年から2年間と1984年から2年間は非常任理事国も務めている。しかし現実は、ウクライナは相変わらず、ソ連の一部とまりであり、ロシア化が進められた。1956年のハンガリー動乱や1968年のプラハの春の際は、ウクライナで威嚇のための大軍事演習が行われたり、ウクライナを経由して、 東欧の衛星国へ戦車が出撃したりしている。1953年のスターリンの死後、大粛清の犠牲になった多くのウクライナ人の名誉回復がなされ、また徐々にウクライナ文化の再興が水面下で活発化した。1954年、ニキータフルシチョフ政権により、クリミア半島がロシアからウクライナに移管された。これは、 ポーランドリトアニア共和国に対抗するためにロシアとウクライナコサックの間で結ばれたペレアスラフ条約締結300周年記念を祝うためであった。1960年代には体制に批判的なまたはウクライナ的な文学も登場した。フルシチョフのヒスターリン化の時代にはウクライナソビエト政府もこのような動きを少なからず容認した。 しかし、レオニード・ブレジネフ政権の停滞の時代になると、1972年に、ウクライナ人知識階級が大量に逮捕されるという事件が起こる。冷戦で対立していた東西ヨーロッパ諸国が人権尊重などを謳ったヘルシンキ宣言を受けて、1976年には人権擁護団体、ウクライナ・ヘルシンキグループが結成されるが、それも弾圧された。 ソ連支配下のウクライナにおいて大部分のウクライナ農民は1970年代まで国家の社会保障を受けることもできないでいた。収穫の大部分は相変わらず国家によって搾取され、スターリンの大粛清の恐怖がなくなった今、共産党の幹部たちは自らの特権階級としての地位を不動のものとする。非効率な計画経済、冷戦下における膨大な軍事費、 科学技術費は、ウクライナの近代化を進めたとはいえ、人々の生活は一向に改善する気配がなかった。政治の腐敗、経済的矛盾は深刻化していったにもかかわらず、隠蔽され続けた。1986年4月26日、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生し、国内外に大きな被害が及んだ。ウクライナ国内にあたる地域には220万人、 ほどが住んでいた事故後、汚染地域の外にスラブチッチという町が作られ、かつて原発で働いていた者たちなどを住まわせた。国際原子力機関と世界保健機関によって行われた調査によって明らかにされたことによると、この事故により直接的に56名が死んでおり、それ以外にもこの事故を原因とする癌によって4000名ほどが死んだと言われる。 1990年に一度原発を全廃したが、1993年より原発を再び稼働させた。ソ連はミハイル・ゴルバチョフ政権下でペレストロイカの時代を迎えており、ウクライナではペレブドーバと呼ばれる改革、解放を求める運動が起きた。1960年代頃から民族文化運動を続けてきたウクライナ人文学者たちは、ウクライナ語の解放、 普及を訴えた。ソビエト政府によって、その存在を否定され、弾圧され続けてきた、ウクライナカトリックは、水面下で根強く活動を続け、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世の強い励ましを受けた。そしてついに1989年、ウクライナ語の公用化、ユニエイトの公認化が実現した。東欧における民主革命の成功も受けて、 ウクライナ民族運動は最高潮に達していく。1989年9月、作家連盟などを中心に民族主義大衆組織、ペレストロイカのための人民運動が結成される。1990年1月22日にルフの呼びかけで、大勢のウクライナ人は手と手をつないで、長い人間の鎖を作り上げた。 3月にはウクライナにおいて民主的な最高会議議員選挙が実現し、ルフを中心とする民主勢力が大きな勢力を占めた。7月、最高会議は主権宣言を採択。様々な国家の権利をソ連から取り戻すことを宣言し、比較三原則も採択した。学生や単行労働者によるストライキやデモは民主勢力をさらに後押しする。 ウクライナ共産党は分裂、衰退し、民主勢力へ走るものも出た。崩れ行くソ連を完全に見限り、8月24日に最高会議はウクライナの独立を宣言、国名からソビエト社会主義共和国を削除した。12月の国民投票によっても圧倒的に独立が支持され、レオニード・クラフチュクがウクライナ初代大統領に選ばれた。 1917年の独立革命の挫折以来、幾多の試練を乗り越えて、ついにウクライナの独立は達成されたのである。独立1991年、ソビエト連邦の崩壊に伴い、ソビエト最高会議の下から独立して新たな国家、ウクライナとなり、独立国家共同体の創立メンバーの一員となった。独立ウクライナは、旧ウクライナ人民共和国の中枢機関であった。 ウクライナ中央議会の正当な後継者であることを意識し、国旗や国将のトルイズーブなどは同共和国時代のものが採用された。この独立をもってウクライナはキエフルーシ崩壊以降ウクライナ史上最大の領土を手に入れた。2004年大統領選挙の混乱からオレンジ革命が起き、第3回投票で勝利したユシチェンコが2005年1月、 大統領に就任した。2005年3月、ロシア側より天然ガスの料金を国際的な市場価格に合わせて、それまでの優遇価格より倍以上に引き上げる要求があり、両国が対立、2006年にかけて欧州各国を巻き込んだ騒動となった。その後、野党勢力により内閣不信任案が可決される。2006年6月22日、 ウクライナ最高議会選において、ユシチェンコ大統領派の与党、我らのウクライナが惨敗。これを受けてティモシェンコ率いる、ティモシェンコ連合と、我らのウクライナ及び、ウクライナ社会党の賛成党は、議会多数派を組む合意が成立した。しかし、その後は人事をめぐり議論は、紛糾、賛成党間の亀裂は深まっていた。議会選挙で、最大勢力となった。 地域党が議場を封鎖する間に、社会党は連合を離脱した。地域党、ウクライナ共産党の支持を受け、社会党党首モロスが最高会議議長に就任した。その後、この3党は、議会多数派の合意書に調印し、大統領に対し、地域党党首ヤヌコービチの首相指名を提案。この結果、8月にヤヌコービチ内閣が成立した。しかし、 大統領との権限争いで議会も分裂し、両派の妥協の産物として、最高会議は解散し、2007年9月30日に臨時最高会議選挙が行われた。12月、ティモシェンコ連合と我らのウクライナが連合する形で、ティモシェンコ内閣が発足した。2010年、大統領選挙にて、ヤヌコービチとティモシェンコが激突。決戦投票の結果、 ヤヌコービチが勝利し、ウクライナは再び進路派に引きられることとなった。クリミア、東部紛争を2013年12月、キエフで、反政府デモ隊の前で演説するアメリカ合衆国の、ジョン・マケイン上院議員。2013年11月に、ヤヌコービチ政権が、欧州連合との政治、貿易協定の調印を見送ったことで、親欧米派や民族主義政党全ウクライナ連合、 自由などの野党勢力などによる反政府運動が勃発した。2014年1月後半より抗議者の中に右派セクターなどの武力抵抗を辞さないとする立場のグループが現れ、これを制圧しようとする治安部隊との衝突が発生、双方に死者が発生した。2月22日にヤヌコービチ大統領が行方をくらませたことを受け、ベルホーブナラーダにて、 新ロハ政党の地域党と共産党を含む、議会内全会派がヤヌコービッチの大統領解任と、大統領選挙の繰り上げ実施を決議し、オレクサンドル・トゥルチノフ大統領代行とアルセニー、ヤツェニク首相が、ベルホーブナラーダにおいて承認され、新政権が発足した。新ロハのヤヌコービッチ政権が崩壊したことを理由と、し、3月1日に、 ロシア上院がクリミアへの軍事介入を承認。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナの極右民族主義勢力からクリミア半島内のロシア語話者及び、ロシア系住民を保護するとの名目で、本格的に軍事介入を開始した。ロシアは当初否定していたが、2月後半の時点から、現地クリミア住民による自警団に偽装させたロシア軍部隊を、 クリミア全土に侵軍させており、西側メディアは国章をつけていない軍服を着て、バラクラバで覆面した兵士たちを、ロシア軍部隊とみられる謎の武装集団として、報道していた。この、ロシアの侵攻に対して、ウクライナ新政権と、親欧米派の住民は侵略であるとして強く、反発した一方、クリミア自治共和国及び、セバストポリ特別市のロシア系住民の中にはこれを、 歓迎する者も,も少なくなく、ウクライナ国内法を無視する形で、クリミア自治共和国最高会議とセバストポリ市議会は3月11日にクリミア独立宣言を採択し、3月16日にウクライナからの独立とロシアへの編入を問う住民投票をウクライナ国内法に違反する形で実施した。そもそも他国軍が展開する中という状況下に加え、様々な違法行為、 投票率と投票結果への改ざんが指摘されるも、同結果を根拠に、翌17日に、ウクライナからの、クリミア共和国の独立とロシアへの編入を求める、決議を採択した。ロシアのプーチン大統領は同日中に、クリミア共和国の主権を承認した上で、翌18日中に、クリミアのロシアへの編入要請受諾を表明し、クリミアの悪章の不首相と共に編入に関する、 国家間条約に署名した。5月12日には、ドネツィク州、ルガンスク州において、同地の独立を宣言する勢力が現れた。欧米諸国や日本はこれらロシアの動きが、国際法違反の侵略で、ウクライナからのクリミアの独立とロシアへの編入は、無効であるとして、ロシアへの制裁を実施した。その後、2014年月以降、ウクライナ東部、南部、 特に、ドネツィク州、ハルキウ州、ルハーンシク州、オデッサ州において、反政府派と政府側との間で衝突が発生し、進路的な分離独立派の武装勢力が、州庁舎や警察機関などを占領した。またその際、イゴールガーキンなどロシアの特殊部隊の兵の参加が、複数確認されていることから、これらの衝突は、 一般のウクライナ国民による自発的反乱とみなすのは難しく、実際に2014年4月以降、政府側がこのようなロシアの支援を受ける武装勢力をテロリストとみなし、軍事行動を伴う反テロ作戦を開始することとなった。以降、分離武装勢力もロシアから流入したとみなされている兵器を用いて、政府側軍用機を撃墜するなど事実上の 戦争状態が続いている。なお、日本を含む欧米諸国及びウクライナは衛星写真や各報道などを根拠に武装勢力にロシアからの兵の投入、戦闘員と兵器等を武器供与の支援があるとして避難を続けているが、一方でロシアは自国民があくまで自発的に戦闘に参加しているだけであり、ロシア連邦軍の直接進行は否定し続けており、 両者間の意見の対立が続いている。諮問機関の最高顧問に就任したミハイル・サーカ・シビリ右はマケイン米上院議員。サーカ・シビリは後に国外追放された。2014年6月に大統領選挙によって選ばれたペトロ・ポロシェンコが大統領に就任。以降も引き続き東、ウクライナでは親欧米の政権側と進路の分離独立派による 戦闘が続いており、一時的に、ウクライナ政権側と分離独立派、ロシア、ドイツ、フランスによる一時停戦案が結ばれるも、すぐに政府軍による反テロ作戦が再開され、各地で市街戦を含む戦闘が行われ、多数の民間人が犠牲となっている。9月5日には、ベラルーシのミンスクで、ロシア、ウクライナ、OSCE、 分離独立派の代表者によって、停戦と政治解決を目指す民スクプロトコルに調印され、追って9月19日には、治安面解決の詳細を記した民スクメモランダムが調印された。以降、欧州安全保障協力機構のウクライナ特別監視ミッションが、2014年9月の民スク合意の執行を監督することとなった。2014年10月26日の、 ウクライナ最高議会選挙では、事実上、親欧米派が勝利したが、ミンスク合意の後も戦闘は続き、結果として、一般市民を含む死者数が2014年7月17日に発生した、マレーシア航空17便撃墜事件なども含めれば5000人以上に、上るなど、欧州では、旧ユーゴスラビア内戦以来の死者数を出した。2015年2月11日、ウクライナ、 ロシア、フランス、ドイツは再びミンスクでサミットを開催し、ウクライナ東部の紛争集結に向けた体制の枠組みについて再度の合意が行われた。ウクライナの生態は、司法、立法、行政の三権が分立する議会制民主主義であり、大統領制と議員内閣制をミックスした反大統領制を採用している。大統領は、 5年任期で国民投票によって選ばれ、首相や政府の閣僚を任命する権限を持つが、それには議会の承認を得なければならない。ウクライナの国会は最高議会であり、一員制で450議席。全議席は全国区の比例代表制によって選出されるが、政党もしくは選挙ブロックは全投票の3%以上を獲得しなければ議席を得ることができない。 議員の任期は5年。議会は、立法、国際協定の批准、予算の最下及び、首相の承認、批鳴、閣僚の承認、批鳴を行う。2012年の選挙で議席を獲得した政党は後党。それは、新道派で、東部、南部を地盤とする地域党及び、社会主義派のウクライナ共産党、並びに、親欧米派で、 中部や西部を地盤とする全ウクライナ連合、祖国、ウダール、さらに、西部のガリツヤ地方を地盤とする、民族主義派の全ウクライナ連合、自由である。2004年、クチマ大統領の人気満了に伴い、大統領選挙が行われた。クチマ大統領の後継ヤヌコービチ首相と、野党指導者、ユシチェンコ元首相の一騎打ちという形になった。月日の、 1> 第1回投票では、ユシチェンコが首位に立つが、わずか15万票差であった。11月21日の決選投票の開票の結果、ヤヌコービチの当選が発表される。しかし、ユシチェンコ陣営は11月22日夜、決選投票において、全国で1万千件の不正が行われ、第1回投票の5倍に膨らんだと、政権側の選挙違反を求断した。 これにより首都キエフを中心にストライキなどの大規模な政治運動が起こった。欧米諸国の圧力もあって再選挙が行われることとなり、12月26日に実施された再決戦投票の結果、ユシチェンコが52.12%、ヤヌコービチが44.09%の得票となり、ユシチェンコ元首相の当選が確実になった。 ヤヌコービチ陣営は、ユシチェンコ陣営に不正があったとして最高裁に提訴、したが野党による政府施設の封鎖が起こり、30日には提訴が却下された。翌2005年1月23日にユシチェンコ、元首相は正式に大統領に就任し、この争いは一応の決着を見た。なお、この選挙期間中、欧米のマスメディアは、ロシア人とウクライナ人の間で、 民族的対立が激化して、ウクライナ国民に分裂が生じているように報じた。この選挙では、アメリカのウクライナ系政治団体の資金援助や、オープンソサエ財団の公然の介入が行われており、ウクライナ自身の革命というよりは、外国勢力の干渉の結果だったという分析もある。一方、干渉があったとはいえ、それだけで成し得たものではなく、実際に、 国民の間に従来の政権に対する不満があったことは大きな要素の一つであった。また、アメリカが反ロシア派を支援した背景にはロシア帝国時代やソ連時代にロシア勢力から弾圧を受けた非常に多くのウクライナ人がアメリカに亡命を余儀なくされたという歴史上の経緯も関係しているという分析もある。つまり、 アメリカに亡命したウクライナ人の作った組織がアメリカ政府や関係者に働きかけ、反ロシア的な勢力を支援させるということは不自然ではないというのである。しかし、このようなロビー活動が表沙汰になることは少なく、こうした最もらしい分析もこれまでの経緯から類推した憶測の域を出ない。いずれにせよ、アメリカ側の都合だけで革命が推進されたオレンジ革命は、 悪しき旧共産主義的な独裁体制からの民主化を達成したというように単純化できる問題ではない。その後、ウクライナではしばしば革命が叫ばれることが習慣化しており、2007年にも反ユシチェンコ派の議員が革命を実行している。大統領選挙が2010年1月から2月にかけて行われ、ビクトル・ヤヌコービチが大統領に当選した。 大統領選挙が2014年5月25日に行われ、ペトロ・ポロシェンコが大統領に当選した。ポロシェンコやゼニュク政権は、総選挙後の内閣組閣において、財務省に在位な米国大使館での勤務経験があり、未公開株投資ファンドの代表を務めるアメリカ人のナタリア・ヤレスコ、経済発展、貿易省に投資銀行に勤務する。 リトアニア人のアイバラス・アブロマビチュス、保健省に、グルジア人のサーカシビリ政権の元閣僚で、米ニューヨークを拠点としているアレクサンドレク・ビタシビリの3人の外国人も入閣した。いずれも、任命の数日前に、ウクライナ国籍を取得している。顧問には、ジョージアの前大統領で、強権的な独裁者としての振る舞いからグルジアでの地位を失ったミハエル・サーカシビリが就任した。 その他、エカズ・グラゼや、アデー・シビリなど、サーカ・シビリの名誉が多く、養殖についていた。しかし、その後、ポロシェンコ大統領との確執から、相次いで辞任し、サーカ・シビリ自身もウクライナ国籍を剥奪されて、国外追放された。ウクライナ軍は、陸軍、海軍、空軍の三軍主からなる。2005年末の時点で、総員24万5千人。ウクライナには、 ウクライナ軍以外に以下の準軍事組織が存在する。ウクライナ国家保安庁がサイバー攻撃への防衛など防御用、情報機関や治安組織としての活動を行っている。E. ホルコロモイスキー IMF の統計によると2013年のウクライナの GDP は1783億ドルである。一人当たり GDP は3930ドルであり。 西隣にあるポーランドの約30%、北隣にあるベラルーシの約半分、世界平均の約40%程度の水準にとどまり、グルジア、アルメニア、モルドバと並ぶ欧州最貧国の一つである。最新の2015年の推計によると、一人当たり GDP は2001ドルまでに低下し、旧ソ連の最貧国レベルとなっている。タタール人のリナとアフメトフ。 イスラエル国籍も持つユダヤ人のイーホールコロモイスキーなどの一部のオリガルヒによる過藤性資本主義体制が続いている。ソ連時代は連邦内の重要な農業及び産業地帯であったが現在は天然ガスを中心とするエネルギー供給のほとんどをロシアに依存しており経済の構造改革の遅れと相まって他国の影響を受けやすいものになっている。 しかしその一方で国家腐敗が進行しているため事態は深刻さを極めるものとなっている。1991年政府はほとんどの物資の価格を自由化し国有企業を民営化するための法制度を整備した。しかし政府や議会内の強い抵抗により改革は停止され多くの国有企業が民営化プロセスから除外された。 1993年の末頃には通貨政策の失敗によりハイパーインフレーションにまで至った。1994年に大統領に就任したレオニード・クチマは国際通貨基金の支援を受けながら経済改革を推進し、1996年8月には10万分の1の出のみを実施し、新通貨フリーブニャを導入した。現在の政府は経済への介入を 極力減らし、調整方法を合理化することに努めるとともに、企業化を支援する法環境を整備し、包括的な税制の改革を行った。ただし構造改革の政治的な問題に関わる分野や農地の民営化に関する改革は遅れている。1999年の生産校は、1991年の40%にまで落ち込んだ。しかし、同年には、 貿易収支が初めて黒字を記録。その後も、フリブニア安や,すや鉄工業を中心とした重工業により、2000年の国内総生産は輸出の伸びに支えられて6%という成長を見せ、工業生産工の成長も12.9%だった。これは独立以来初めての情報成長であった。2001年から2004年までの間も、 中国への鉄鋼輸出の急増などに起因して高度成長が続いた。ところが2005年、ユシチェンコ政権の成立後安定し始める。それまでの好調なウクライナ経済は、ロシアからの安価なエネルギー資源及び原料の供給、経済発展を続けるロシアや中国への輸出などによって支えられていた。しかし、ユシチェンコ大統領は就任直後、ロシアとは距離を置き、 EU やアメリカ合衆国などとの関係を強化する姿勢を示した。大統領はアメリカなど西欧諸国からの投資拡大を見込んでいたが、実際にはそれほど投資は増えず、逆にロシアからの安価なエネルギー資源供給が受けられなくなった。また、ロシアに並ぶ輸出相手国であった中国の需要が減少するなど経済環境が悪化。2008年以降は、 世界金融危機の影響を受けて、ウクライナ経済は再び落ち込み、債務不履行の瀬戸際まで追い込まれた。経済安定化のため2008年10月には IMF より総額165億ドルに及ぶ緊急融資を受けた。2010年7月には IMF より新たに152億ドルの融資を受けることで合意した。2014年クリミア危機とその後現在まで継続している。 ウクライナ東部での戦闘により、ロシアとの関係が極度に悪化した。それにより深刻な経済危機に陥り、2015年の経済成長率はマイナス11.6%となっている。一人当たり国内総生産も2109ドルにまで落ち込むなど、欧州最貧国となっている。2015年12月31日、ロシアに対する30億ドルの債務を返済しなかった。 ことを根拠に、ロシア財務省はウクライナはデフォルト状態であると指摘した。ウクライナの外務省ウクライナの国際関係ウクライナとロシアは歴史上複雑な関係を持つが、ソ連崩壊後現在に至るまで緊張が続いている。ユシチェンコ大統領の就任当初は、ロシアよりも EU 諸国との関係を強化することを目指していた。同様の立場を取るグルジア、アゼルバイジャン。 モルドバと共にグアムと呼ばれる連合を結成。同国自身が将来の EU 加盟を希望し、2017年時点でもそのための外交努力を続けている。一方で、ウクライナ経済はロシアとの関係を悪化させたことなどを理由に急速に悪化した。大統領はロシアとの関係に対する見解の相違などからティモシェンコ首相を解任。その後は、 頻繁に、ロシアを訪問し、ロシアとの政治的、経済的関係を強化させようとするなど、ロシアとの関係修復も模索してきた。2010年の大統領選挙で当選したビクトル、ヤヌコービチ大統領の誕生により、ロシアとの関係改善がより一層進むものと、見られていた。ヤヌコービチ政権時、ウクライナは、北、大西洋条約機構やロシア主導のクストのような、 軍事同盟加盟を目指さない中立主義を法律で定めた。しかし、2013年末から生じたウクライナ騒乱に続き、ロシアによるクリミア併合、東部不安定解雇、ロシアとの関係は再び悪化した。新政権は、一方でアメリカ合衆国や EU を中心とした欧米諸国との関係を重視している。ポロシェンコやテニュク政権は、 在ウクライナ米国大使館勤務経験のあるアメリカ人やグルジアのサーカシビリ政権の側近らを養殖につかせるなど親欧米反ロ路,路線を鮮明にしている。なお、2016年時点でウクライナはロシアに対し30億ドルの負債を負っており、今後国際裁判所で争われることとなっている。また、司法分野においてはロシアに対し2014年6月頃に ルハンシク州内の戦闘中に拘束され、ロシアに連れ出され交流された、ウクライナ人女性のナジーやサウチェンコの即時釈放を訴えている。ロシア当局は、同女性が、ウクライナ西部において、ロシア人、ジャーナリスト2名を殺害した権利があると主張していたが、ウクライナをはじめアメリカ、ドイツ、フランスなどの各国政府、 欧州議会などがロシアによるサウチェンコの拘束には根拠がないとして、ミンスク合意に従ってロシアはサウチェンコを解放すべきとした。ウクライナとロシアの旅客流動は最大であったが、2015年10月以降、ウクライナとロシアを結ぶ航空旅客便は全便の運航が停止している。また、2017年にはポロシェンコ大統領の大統領令を通じて、 対ロ制裁の一環で、ベコントクと、オーディノクリスニッキーなどのロシア系 SMS サービス、ヤンデックス、メール、RU などのロシア系のウェブサイトへのアクセスを禁止した。ウクライナ政府はロシアからの天然ガス輸入を2016年は打ち切り、2017年も再開しない見通しであると表明している。さらに2018年9月、1997年に、 ロシアと締結した友好協力条約を延長しないとロシア政府に通告した。ポロシェンコ政権は EU 加盟を希望している。具体的な加盟交渉に至ってはいないが、東欧諸国を対象とする EU 安定化、連合プロセスのようとなる連合協定について EU 加盟国で唯一未批准だったオランダの上院が2017年5月に批准を承認した。 同年6月11日からはイギリスとアイルランドを除く EU 加盟国へウクライナ国民が90日の詐称な首都航が可能になった。ロシアによるクリミア編入宣言や東部ウクライナ紛争への関与疑惑に対して欧米諸国は対ロ制裁でウクライナを支援している。米軍はウクライナ軍へ兵器供給と訓練を実施している。 トルコ企業600社がウクライナに進出してインフラ建設や再生可能エネルギー事業を手掛けているほか、トルコは軍事用無人航空機バイラクタル TB2 を輸出し、ウクライナ軍が東部紛争の偵察に投入している。ウクライナはトルコの無人攻撃機アキンチにエンジンやプロペラを供与している。ゼレンスキー大統領は2二2一年四月にトルコを訪問し、 軍事産業での協力関係を強調した。こうした両国の接近は、クリミア・ウクライナ東部紛争でロシアと対立する、ウクライナとシリア内政やリビア内戦でロシアと別の勢力を支援するトルコの利害が一致していることが背景と指摘されている。日本は、ユシチェンコ大統領期の2005年3月に、同国との ODA 円借款契約を初めて締結しているが、 ヤヌコービチ大統領及びティモシェンコ首相の時期は契約を行っておらず、2014年6月7日にポロシェンコが大統領となり9年ぶりに契約の締結を再開した。2014年7月には100億円、2015年6月に108100009300 00万円、12月に369億6900万円と、 巨額の資金貸し付けが行われた。2005年8月1日より日本国民がウクライナに入国する際のビザを短期90日までの滞在に限ってその取得を必要としない制度が開始された。しかしながら2014年7月時点ウクライナ国民の日本への入国には依然としてビザが必要である。キエフ大学 リビウシカポリテフニカ大学1995年から6歳から17歳までの11年間が義務教育である。小学校、中学校に相当する9年間は同じ学校に通い、10年目以降は普通学校と専門学校のいずれかを選択することになる。このため11年間同じ学校に通う生徒も存在する。必須科目はウクライナ語のほか、情報学、 経済学などで、英語は1年生からの必須科目である。2000年から2001年の調査によると、全体の7割がウクライナ語で教育を受け、残りの3割弱がロシア語となっている。その他、クリミアタタール語、ハンガリー語、ルーマニア語でも教育が行われている。ウクライナの学校は、3月末に1週間の春休み、6から8月に3ヶ月間の夏休み。 12月末から1月に約2週間の冬休みがある。ウクライナ発祥地のボルシチは国内で最も一般的なスープであるウクライナ料理は東欧を代表するウクライナ人の伝統的な食文化である。その歴史はキエフ大公国時代に遡る。ウクライナ料理はポーランド料理、リトアニア料理、ルーマニア料理、ロシア料理、 ユダヤ料理などの食文化にも大きな影響を与えた。一方、他国の料理の影響が見られる。主食はパンであり、パンに類する食品も多い。その中で、バレーヌイク、ハムシカ、フレチャーヌイク、コールジュ、コロバーアイ、パスカ、クチャーなどがある。魚、肉の料理が比較的少なく、スープや野菜の煮物などの料理が圧倒的に多い。 世界的にも有名なウクライナ料理ボルシチは、大まかに50種類以上のレシピがある。肉料理は、豚肉料理、魚料理は、小い類料理が一般的である。さらに、肉料理として、サーロが頻繁に利用される。飲み物は甘い、もしくは甘辛いものが多い。メドウ派、ホリイルカ、ナスチーイカ、クバースなどがある。主な調理法は軽く炒めて茹でること。 また軽く炒めて煮ることである。揚げ物などは少ない。調味料としては、サーロ、ひまわり油、スメターナ、塩、蜂蜜などが用いられる。ウクライナでは、ウクライナ料理の他に、クリミアタタール料理が存在する。他のヨーロッパ諸国同様、サッカー、テニス、バスケットボール、バレーボールなどの球技に人気がある。2012年には、 ポーランドと共催でサッカー欧州選手権2012が開催された。ウクライナのプイ参加ウクライナ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件、自然遺産が1件存在する。詳細はウクライナの世界遺産参照。日本人の母とウクライナ人の父の間に生まれた昭和の大横綱ウィキトラベルにはウクライナに関する旅行ガイドがあります。 ありがとうございます。